韓国がなかなか上手くならない人の 90% ぐらいがこの3つのどれかに当てはまります。でこの3つのどれかに当てはまると韓国語習得はほぼ無理だと思っていてもらえればいいかなと思います。はい、どうもファンカイです。今回は韓国語を、勉強してもなかなか上手くなれないよっていう人の、特徴を3つ挙げていきたいかなと思います。で僕が今まで、本当680名ほどの方を指導してきた中で韓国がなかなか上手くならない人の 90% ぐらいがこの3つのどれかに当てはまります。でこの3つのどれかに当てはまると難しいです。でこのマインドみたいなものなんですけど、マインドを変えていかないと、韓国語習得は、ほぼ無理だと思っててもらえればいいかなと思います。でちょっと今日はなんか厳しい動画みたいになっちゃうんですけど、でも本当に韓国語上手くなりたい人っていう人はこの動画最後まで見てもらって、そこのマインドセットだけしっかりしてもらえれば必ず韓国語上手くなれるんで最後まで見ていってください。はい、じゃあまず一つ目なんですけども、YouTube とかブログとかで、まあ、いろんなね、韓国語を自分が上手くなった体験だとかっていうのをね、私が3ヶ月で習得した方法だとかっていうのを挙げてる方たくさんいらっしゃるじゃないですか。で、そういった情報を鵜呑みにして、韓国語って日本人が勉強したら簡単なんだなって思う人すごい多いと思うんですよ。で、この考えを持ってると、まずアウトです。はい。改めてほしいですね。で、この考えがなぜダメかっていうと、まあ、3ヶ月で習得した方法っていうのも、そもそも3ヶ月でどこのレベルまで習得したのかって話なんですよ。全くハングルが読めないところから、ほんまに新聞とかニュースとかを全部聞き取れるようになったとか読めるようになったとかっていう、だったら、本当にその方会ってみたいんですけど、まあ、そういうのはほぼほぼ無理なんですね。で、仮にですよ、仮にできてたとしても、1日本当に20時間ぐらい勉強してると思うんですよ、そういう方って。で、まあ、そういう過程だったとしても、20時間勉強してます。ただ、この動画見られてる方って、1日20時間も時間取れるんですかっていう話なんですよね。で、その人の生活スタイルと、今見られてる方のね、生活スタイルって多分違うんですよね、絶対。違いますし、職業とか、勉強できる時間、1日のかけれる時間とかっていうのも違いますし、そういう生活スタイルがそもそも違うんで、そういった情報を、もし、本当の話だったとしても鵜呑みにして、それを自分の生活に取り入れるっていうことはまず無理なんですよね。で、そういうところを全て加味していただければな、というふうに思うんですよね。はい。で、まず、この考え自体を、やめてほしいです。はい。じゃあ、二つ目なんですけども、二つ目は、発音の大切さを理解していない人ですね。まず、日本語の発音の通りって、だいたいまあ、50音なんで、だいたい50通りとか、まあ、もうちょっとあったとしても、まあ、70通りとかそれぐらいじゃないですか。ただ、韓国語って1万1000ちょっとぐらい発音あるんですよ。1万1700通りぐらいの発音があるって言われてるんですよ。これね、動画見られてる方ほとんど日本語が母国語の方かなって思うんですけど、今まで、これまで何十年間ね、日本語しか使ってこなかった、この筋肉とか骨格で、いきなり1万1000通りの発音を出してくださいって言われても無理じゃないですか。無理なんですよ。なんで、そこを、楽しようと思ってカタカナで覚える方がすごい多いんですね。まあ、カタカナ発音とかって言ったりするんですけど、僕は。で、このカタカナ発音で覚えてしまうっていうのはすごい、韓国語の習得の中ですごい落とし穴の一つで、楽なんですよ。楽です。で、韓国語のハングルを覚えるっていう過程で、韓国語を習得する中でも結構まあまあ高い壁なんですけど、これをカタカナで覚えることによってすごい楽できるんですよ。この1万1000通りの発音を50通りとか70通りとかにこう凝縮してるわけなんで、これって、じゃあ、凝縮してるってことは、発音が違うものがたくさんあるけど、それを一つの、読み方とかに、こう、統一してるってことになるじゃないですか。なんで、すごい楽なんですけど、これ、どういうことかっていうと、綺麗に発音できていないんで、例えば、このハングルで楽して、カタカナで覚えました。ってなって、
じゃあ次単語とか文法とかたくさん覚えていきますよね。で、初級、中級、上級って上がっていった時に、いや、私韓国語できるって言って、いざね、もうこれ、撮ってる時コロナ、なってる時ぐらいなんですけど、まあ、11月入るちょっと前ぐらいなんですけど、で、いざ韓国旅行に行ったっていう時に、じゃあタクシーとか、飲食店とかね、あと、まあ、服買うじゃないですか。服買いに行ったそのお会計のところとかで、自分が韓国語できると思って話すんですけど、通じないんですよ。通じないんですよ。せっかく単語とか一生懸命覚えて、文法とか一生懸命勉強してやってきたんですけど、発音一つ。発音一つですよ。たった発音一つで通じないんですよ。で、この発音一つで通じないっていう理由も、まあ、前の動画とかでも紹介したりとか、インスタライブとかで紹介したりしてるんですけど、英語って、ブリティッシュイングリッシュとか、ね、アメリカで使われてる発音とか、で、まあ、他にもオーストラリア英語とかたくさんあるじゃないですか。で、日本人の英語の発音もサムライイングリッシュとか言われて、あっちではまあまあ聞き取ってもらえるとかいうことも聞いたことあるかなと思うんですけど、韓国語ってアメリカ人の韓国語とか、イギリス人の韓国語とか、オーストラリア人の韓国語とか、日本人の韓国語とかってないんですよ。韓国人の韓国語しかないんで、その韓国語しか聞き取る耳をもともと持っていない方に対して、カタカナ、言うと日本語の、韓国語を話してももちろん通じるわけないんですよね。そういう適性がないんで、もともと。なんで、あっちに合わせた綺麗な発音をしていかないとダメなのに、楽してカタカナで覚えてしまった人。っていうのは、もう一回発音を、丁寧に覚える必要があります。はい。で、もし発音とか気になる方は、僕のインスタグラムとかの方で、DM いただけたら、発音のカウンセリングとかするんで、まあ、その全員は無理かもしれないですけど、少しずつ1ヶ月5人ぐらいでもできたらいいなと思ってます。はい、で、今からハングルを覚えるっていう方は、本当にチャンスなので、綺麗に、丁寧に、発音を覚えてください。で、これをローマ字で覚えていただければ、まず問題ないかなと思います。で、その自分が話してる発音が合ってるかどうか不安な方は、ぜひインスタグラムの方に DM いただけたらなと思います。はい、次。三つ目ですね。この三つ目が一番大事なポイントなんですけど、韓国語に触れるっていうことを習慣にできない人です。これね、すごい難しくて、例えば、歯磨き。皆さんされてますよね、歯磨き。で、シャワーする、お風呂入るっていうのは、皆さん習慣じゃないですか、ご飯食べる。で、ここの中に韓国語に触れるっていうのを入れてもらいたいんですよ。で、人間って14日間、何か、継続して続けると、それが習慣になるっていうね、ことがあるんですけど、14日間まず韓国語に触れるっていうことをしてほしいですね。なんで、1時間も2時間も勉強しようとは別に言わないんで、独学で勉強されてる方は10分。で、コリアンプロの生徒の方は、30分は時間取ってほしいなって思います。で、まあ、独学されてる方は10分、しっかり時間を取って、勉強するっていうところですね。で、コリアンプロの方は、生徒さんの方は30分間、日記を書いて、担当の先生の方に送ってもらえれば、その日記の添削とかも毎日してもらえるんで、日記とかを書いてもらうのがすごいいいかなと思います。で、独学の方は、ハングルを覚えれてない方は、ハングルを丁寧にね、ローマ字で覚えていくっていう作業をしていったりとかできれば、すごいいいかなと思います。この習慣っていうのが、三つ目に話したね、習慣っていうのが一番大事なので、そこを、すごい自分のね、身につけれるようになってほしいなと思います。今日から一週間歯磨きしないでくださいって言われたら気持ち悪いじゃないですか。韓国語を一週間触れないでくださいって言われたら、うわ、すごい気持ち悪いなってなるぐらい、韓国語に触れないと、難しいです、やっぱり習得は。はい。というところで、今回の動画はこれぐらいにしたいなと思います。はい。じゃあまず、最初に言ったね、一番のポイントからおさらいすると、YouTube とかね、ブログでたくさんの方がね、韓国語の配信されてると思うんですけど、そういった楽してこう習得できる方法とかっていうのはないです。ないです。ないんで、そういうところを鵜呑みにせずに、韓国語って難しいものなんだなっていうね、ある程度の認識を持って、ずっと継続して耐えていくっていうことが大切です。で、2番目が発音ですね。発音っていうのは、韓国語の中で僕は一番の落とし穴だと思ってます。簡単にね、スルーできるんですよ。別にカタカナで覚えちゃって、
で、初級単語、文法、中級単語、文法とかっていう風に覚えていって、で、いざね、韓国旅行とか、韓国人の、例えば彼氏、彼女、友達、職場で、例えば働きに行くとか、韓国の事務所に入って練習生になるだとかっていう時に、やっぱ韓国語使うじゃないですか。韓国語使った時に、え、君何言ってるのって言われたら、それ一番恥ずかしくないですか。すごい難しい単語とか、難しい文法で話してるのに、何言ってるか伝わらないんですよ。で、これやると、もう全く今までやってきたことがパーになるので、発音を、大切にしていただければなと思います。で、三つ目ですね。三つ目は習慣にできない人ということで、今日10分勉強しなくても明日20分やればいいやっていうね、方もいらっしゃるかなと思うんですけど、そう思ってしまうと、ずーっとね、小学校の時の夏休みの宿題みたいに、ずーっと溜まっていくんで、で、それで、溜まっていたものを消化できたらいいんですけど、1日どれだけ触れてるかっていうのが大切なんですよ。1日0分だったら、例えばその前後で勉強していたとしても、2日後に勉強していることになるじゃないですか。2日後に勉強していることになると、前やってることを忘れるんですよ。前日にやった勉強っていうのをもうすっかり忘れてるんで、人間ってそんなね、頭良くないんで、すっかり忘れてるんで、毎日毎日少しの時間でも勉強することが大切です。はい、ということでね、今回、こういった形で撮っていったんですけども、この3つ、3点を注意して、やっていければなっていうふうに思います。もし参考になったとか、役に立ったなっていう方は、いいねボタンお願いします。で、これからもこういう情報とかね、どんどん発信していくんで、もし韓国語本気で習得したいっていう方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。